今回この動画に足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルの運営をしている、運営っていうか、ただまあ動画上げてるだけだけど、遅刻新しです。どうもどうもどうも、改めましてどうもどうも。今回ね、この動画で伝えたいことはただ一つ。なんとチャンネル登録者数が1000いきましたよ。1000、ほら、ここ見て、ここ。1000いきました。いやー、1000っていうか1001だね。もう1001なんですけど、1001、わしが育てた。このチャンネルはわしが、いや、わしのおかげ、わしじゃないね。もうみんなのおかげ。うん。見てくれているあなたのおかげ。そして、チャンネル登録してくれた親切な人のおかげだね。ありがとうございます。いやー、すごいよ。本当に、1000いくと思ってなかったから。すごいすごい。1年前とか全然そんな感じじゃなかったからね。チャンネル登録だけがちょっとネックで、総再生時間、年間の総再生時間4000っていう壁は割と自分としては厚くなかったので、そっちは超えてたの。なんなら今年に限って言えば総再生時間は 1.2 万だから4000時間とか軽く超えてたんだけど、いかんせんチャンネル登録者数1000がもう超えられない壁として重くのしかかってたんですが、1年間で853人も伸びて、ね、ちょっと頭が邪魔で見えないけど、ここのところ、小さくするか。ただ小さくします。で、ほら、ここのところもずっと伸びてて、やっと、まあ、7月あたりがよく伸びてたんだけど、それ以降もまあ、じわじわと伸び続けて、ついに1000超えましたね。ちょっとね、年末あたり、クタ上げまくあまりに上げまくってた時期はちょっと伸びてなかったんですけど、解除されまくってたんですけど、そこからちょっと最近またちょっと持ち直しまして、なんとか1000超えましたよ。やったーやったー。1年で853人の海ですからね。十何年ぐらいのキャリアがありながら、全期間で言うと、あ、ちょっと飲み込みが。全期間で言うと、2007年から13年近く続けて、100人、1年前まで150人ちょっとぐらいしかいなかったという現実。1年ですごい伸びることができました。なんでだったんだろう。やっぱり VTuber 化したからが大きいんじゃないかなと個人的には思います。うん。大きかったな。大きかった。ってことでね。これで収益化が通りますのでね。まあ、アナリティクスという形で、一月ごとの、なんかこう、収益とか公開していきたいよね。どこまでの動画を収益化するかとか、ちょっといろいろ考えてるところです。なんか全部言ったら良くないよね、と思ったり。うん。この、ケルトの動画は絶対に収益化しない。これは、約束をしたので。この画像をね、お借りするときに、ナマコ先生っていう人から、集計しませんので、というふうな、断りをされた上で動画化したりしてるのでね、それをしない。で、このドローイングのやつも、まあ、これは別にしてもいいと思うんだけど、まあ、書いてる途中に、広告出たらうざいじゃん。すげえうざいじゃん。全画面広告も嫌だし、下の方に出るのですら、やっぱ書いてる最中には集中力途切れるんで、これはしない。ドローイング系はしない。切り抜きは、広告入れようかなと思って。でもまあ入れるけど、まあ入れた分のお金はできれば還元していきたいかな。入れて、なんか、もしもこれでお金が何ぼか得られるんだったら、この、まあ稼いだお金については、例えばこのポコピーとか、藤井葵ちゃんとかね、名取沙羅さんとかだったり。まあ、その切り抜いた VTuber に還元していきたいとは思いますね、この辺の動画はね。なんでまあ、あとはまあ、ゲーム実況とかね、自分がメインのやつは収益化しようかなとは思うんですけど、どうよ。上位 10本ぐらいの動画の中でさ、自分の収益にしようと思える動画、収益化して自分のお金にしてきそうな動画って、これ1本ぐらいだよね。ゲーム実況は1本もないから。なんでね、まあ、収益化したところで、結局、懐は潤わないんだろうな、と思ったりはしますけども、
まあ、どんどんとね、せっかく収益できたから、いろんなことに企画にも挑戦していきたいなとは思います。でですね、まあせっかくこうやってチャンネル登録者数1000もいったのでね、なんかちょっと面白いことしたいなということで、配信をしようと思います。今まで一度もやってこなかった配信をね、やってみようと思います。生配信ってやつをやっていこうと思います。今まで動画勢なのでね、動画しか今まで開けてきませんでしたが、ちょっとね、配信もしていこうかなと思います。一応約束してます。誰も知らないと思うけど概要欄で約束してます。チャンネル登録1000いったらニューニュー耐久配信しますって声実は言ってます。なのでね、スーパーマグネチックニューニューの耐久配信をやっていこうかなと思いますよ。これねやろうと思いますが、全部で何本、40本近く、43本の動画、一本一本一本がまあ10分ぐらいで切ってるけど、長いやつは数時間やったのに20分ぐらいに収めてるから、耐久配信したら何分になるかは分かんない。ほんと正直分かんない。一本20分としても40本上げてるとしたら、20分が40本だとしたら8分ぐらい、まあ12時間ぐらいになるか。そんなにはかからんと思うけどね、一回やってるんでね、そんなにはかからんと思うんだけど、耐久配信をしようと思います。スーパーマグネチックニューニュー耐久配信バランということで、2月の来週の金曜日なんで、2月26日の金曜日の夜からやろうと思います。スーパーマグネチックニューニュー耐久配信、それまでにね、ちょっと配信の環境ってものを今まで一度も整えたことないのでね、それをちょっとテストしながらやってみようと思います。皆さんもしもお時間よろしければ、ちょっと覗きに来ていただけると嬉しいです。正直自己満なんで、スーパーマグネチックニューニューの認知度がいかばかりかというところもありつつの、まあ長時間配信ってね、エゴなんでね、それに付き合わせるのもちょっとなんかあんまり良くないと思うので、やってんなっていうことだけ分かればいいと思うので、やりましたという、そういう記録的なね、配信やろうと思います。はい、なんでね、まあずっと見てほしいとは言わない、ちょっと覗いて、あ、やってんなっていう感じで悩んでいただければいいんじゃないかなとは思います。まあとにかくチャンネル登録1000に行きました。これだけ、これが一番だね。これが一番ちゃんと伝えなくちゃ。本当にありがとうございました。これからもね、ますます見る人の期待に応えられるような動画を上げていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、今やる通りの動画を見てくれて、よろしくね。頑張って。